ハンス・ゲルト・ヘルマン・ペテリングは、ドイツの政治家。ニーダー・ザック選州、ベルゼンブリュック出身。第27代欧州議会議長。1979年の第1回直接選挙から欧州議会議員の職にあり、1999年から2007年までは、欧州人民党、欧州民主主義グループの会派代表を務めていた。二千四年の欧州議会議員選挙では、 ドイツキリスト教民主同盟の比例代表の候補としては最上位だった。欧州社会党グループとの取り決めにより、2007年1月16日からジョセップ・ボレルに代わり、欧州議会の任期後半の議長に就任した。ペテリングは、ボン大学、ジュネーブ大学とジュネーブ高等研究所で、法学、政治学、歴史学を専攻した。ニューヨークのコロンビア大学での研究滞在後、 1974年に、ボン大学で、論文、大ベルタイディ軍スパラティッシュ・コントセプションであ、バンデス・リジェルン・ホン1955から1963、ウンター・ベゾ・アンデラ・ーベルックス一軍であ、ミラター・ストラタジーであ、USA をまとめ、博士号を取得した。1976年には、第二次国家試験を受験した。1976年から1979年に、 かけて研究員、1989年からは、オスナブリュック大学で非常勤講師として務めた。また、1995年には、オスナブリュック大学の客員教授に任命された。ペテリングは、欧州の政治に関する著書を多く出版している。オスナブリュック近郊のバート・イーブルク在住。カトリック教徒。妻とは離婚しており、息子が二人いる。 1974年から1980年の間、ニーダーザクセン青年部の欧州政治部門のスポークスマンを務め、その後1981年から1991年にかけてニーダーザクセン欧州連邦主義者連合の地区議長に就いた。1997年から1999年にはドイツ欧州連邦主義者連合の代表を務めた。 1990年には、セディ・オスナブリュック地区支部の代表に就任。セディ執行部役員、コンラート・アデナウアー基金役員も務めた。このほか、バート・イーブルク射撃協会、バート・イーブルク中、高等学校有効促進協会役員、社団法人ドイツ青年議会学芸員、市民運動ヨーロッパ・アイネ・シール・ゲベン、運営委員会委員長代理なども歴任した。 ベテリングは1979年以降、オスナブリック・エムスラント・オストフリースラント地域から欧州議会議員に選出されている。1994年から1999年にかけて欧州議会の会派である欧州人民党グループの代表代行、欧州民主主義グループの代表代行を務めている。1989年から1994年の間には、 欧州議会の安全保障、軍備縮小文会委員会委員長を務めた。また1994年から1996年にかけての EPPED の作業部会、レイジザーアンスカンファーアンス1994の会長としての活動においては、部会でまとめた会派の行動文書案について、1995年11月上旬に、 マドリードで開かれた EPP の総会で多くの賛成を得て可決させた。この文書は EPP のアムステルダム条約に対する立場を表している。1996年から1999年には EPPED における欧州連合拡大に関する作業部会の会長を務めた。1999年から2007年にかけて 欧州議会会派の EPPED 代表を務めた。2007年1月16日に欧州議会議長に選出された。議長選挙の際には第1回投票で選出に必要とされる全体の有効投票数の過半数を100票以上上回る票を獲得した。ペテリングは数多くの賞を受けている。とりわけ EPP のロベール・シューマンメダル。 ドイツ連邦共和国功労勲章、オーストリア共和国名誉起章、マリーット・ユピン・イエヌは、イタリア共和国功労勲章が挙げられる。ありがとうございます。